ロメオ・カステレンこと、ロメオ・イルイン・マリウス・カステレンは、スリナム・パラマリボ出身の元オランダ代表サッカー、選手。現役時代のポジションはフォワード。オランダとスリナムの国籍を持つ。デンハーグ・スリナムのパラマリボに生まれたカステレンは、18歳の時にエールステ・ディビジナード・デンハーグで、プロキャリアを始めると、2期目から地位を確立し、2002から03。 シーズンに24試合9得点を挙げ、リーグ優勝及び一部昇格の立役者となった。2003年8月16日の RKC、バールバイク戦で一部初出場を飾り、6試合を除き28試合に出場。シーズンを15位で終え、クラブの一部残留に貢献した。フェーノールト2004から05シーズンにフェーノールトと契約し、 8月15日のでフラーフスハップ戦で公式戦初出場を飾ると2得点を挙げた。同シーズンは4位と失望に終わったもののカステレン自身は10得点を挙げる活躍を見せた。3位に終わった2期目はサロモン・カルーとディルク・カイトと共に攻撃を牽引し、負傷の影響で23試合にとどまるも9得点を挙げた。さらに、 2006年2月28日に契約を2008年夏までに延長した。しかし、3期目の2006から07シーズンは足首の負傷が原因で出場機会が大幅に減少し、クラブも7位でシーズンを終了する最悪のシーズンだった。出場機会が限られた中で2007年4月22日の NEC 内目編戦で同シーズン唯一となる得点を挙げている。 2007から08シーズン終了に伴い、契約満了を迎えるため、同シーズン開始前に、フェイ・エーノールトから、契約延長の話が提供されたが、最近の結果から、クラブの将来が非常に明るくないと感じ、それに署名することを拒否した。しかし、序盤にファンブロンク・ホルスト、ケビン・ホフランと、ロイ・マカーアイといった選手たちが加入してきたため一旦、再考したが、 最終的に2007年7月にドイツ一部のハンブルガーエース V と4年契約を締結した。フェイエノールトでは公式戦で79試合21得点を記録した。ハンブルガー移籍金250万ユーロで加入したハンブルガーではフーブステフェンス監督をはじめラファエル・ファンデル・ファールとナイジェル・デ・ヨング。 よりスマ対戦と同胞4人と共に仕事をすることとなり、2007年8月11日のハノーファー96戦で、初出場を飾り7分出場した。フォルクスパルクスタディオンでの生活は、加入年に右膝を負傷以降、怪我に悩まされ、遺跡後初得点を挙げた2009年8月23日の VFL ボルフスブルク戦からほどなくして、膝を再負傷した。 頻繁な負傷により、在籍4期で公式戦でわずか24試合一得点にとどまり、2011年6月30日に契約満了を迎える中で2011年6月13日に契約を1年に延長することに成功。これにカステレンは喜び、新シーズンに向けて意気込みを語っていたが、2日後に内転筋を痛め太ももを負傷した。 2011年8月に4部に所属する B チームで約2期ぶりに出場を果たすと2得点を挙げる活躍を見せた。その後も B チームで印象付けるのに成功した結果、9月23日の VFB シュトゥットガルト戦で82分に孫興民と途中交代で約2期ぶりのブンデスリーガの舞台に登場し、続くシャルケレイヨン戦にも短時間出場した。しかし、 2012年6月30日をもって対談が決定するだろうと、かつてレン自身は感じ取っていた。同2011から12シーズン中に、トルステン・フィンク監督が就任後は、少数のメンバーで練習し、残留争いに臨むとの意向から3月の終盤に、U-23 チームに移され、最後のホーム試合である、第33節後に、 カステレンを含め対談する一員へ向けたセレモニーが行われた。ボルがバールバイクシーズン終了後に自由移籍のみとなったカステレンは RCD エスパニョール、レッドブルザルツブルク、ミドルズブラ FC とバーメンガムシティ FC と様々なクラブのトライアルに参加し、最終的に2013年2月15日にロシア一部の FC ボルガニジニノブゴロドと契約した。2試合に出場し、 シーズン終了後に契約満了に伴い放出された。2013年7月3日に、オランダ一部の RKC バールバイクと契約したことが発表された。ウェスタンシドニー・ワンダラーズ2014年7月21日、ウェスタンシドニー・ワンダラーズ FC に移籍した。2015から16シーズンは、ウィンガーとして23試合にゴールと活躍した。 2015から16シーズンを最後に契約終了となった。スイバラサムスンブルーウィングスフリーの状態であったが、2016年7月13日に韓国 K リーグクラシックのスイバラサムスンブルーウィングスに加入することを発表した。石膏武氏と2017年中国高級リーグの石膏武氏あぐり足玉クラブに移籍した。 BBB フェンロー2018年1月、冬の遺跡市場で BBB、フェンローに移籍した。クラブでの活躍が認められ、マルコ・ファンバステン監督のもとで2004年8月18日に、スウェーデンとの親善試合で、オランダ代表初出場を飾った。U-21 代表として UEFAU-21 欧州選手権2006に選出され優勝を、経験するも、 その後の負傷の影響から、同年の 2006FIFA フフワールドカップには落選している。1989年に起こったスリナム航空764便墜落事故で15人のスリナム出身のサッカー選手が死亡する中、自身の母親と妹を亡くしている。AB、ロメオカストランベルトレックとなる HSV フェイエが、カステレンと契約延長フェイエノールトの2選手が、 手術で離脱。カストラン。セット4ハンバーグ AB。ハンバーグデルト。カストランブロー。ハンバーグ S。ロメオカストランサインズニューワン。イヤーディール。ニューインジュリー4カストラン。ロメオカストランファイアートザイン。カムバックインデアブンダスリーガ。ペチフォーゲルカストランフェルレストデネイチエロメオカストラン。メアーオストアインファスボーラー。カストランアウフデムスプラングズエスパニョール。 カストランツームプロブトレーニングズレットブルザルズブルクバーミンガムハブテイクンコラントインターナショナルロメオカストランオントライアルカストランマイントインルスラントヌアワークジェバーアーカイブド2013年2月21日アットザウェイバックマシン RKC ゴッドトレフジーキアカストランコントラクトアンーンビエデンアーカイブド2013年7月5日アットザウェイバックマシンウェスタンシドニーが 元オランダ代表 FW 獲得。少年アーニーエヌヘッドベルトオーパス。イズマインドルーム。ありがとうございます。